この企画はゲストとともに思う存分打って語って飲んでもらう企画です。それでは開店。今回沖ヒカルさんに来ていただきました。ありがとうございます。実践していただく記者バニーガールです。小林さん、この記者についての思い出ありますか？これはですね、初めてバイトした恵比寿の日の丸に入ってまして、はい、そこで店員をしながら見てるじゃないですか。で覚えていって、でリーチ目とかそのハイエナができるズレ目で、それで上野に行ってハイエナで結構勝たせていただいたみたいですね。じゃあもう完璧ですよね。まあまあ詳しいです。はい、ありがとうございます。谷川さんどうでしょうか？いや僕も正直ね、まあアニマルと同時期の2号機だったんですけど、アニマルより全然普段はもうこれかウインクルでした。バニー勝美の方が良かったです。そう、バニ勝ってバニー勝美だと今の兄氏はいないんじゃない？バニー勝美はちょっとないんじゃないですか。バニーね、そうなんですよ。だから僕もボスさんと一緒で、ズレ目があんまり知らない人が多かったんで、それはあれだ、攻略マガジン袋閉じで見たんですよ。ズレ目。え、袋閉じになってたんですか？なってた。あの当時スロマガになる前、パチマガの時代で、毎月何かしらの袋閉じがあって、その中でバニーガールの何したら発見とか言って、ジョキジョキとか言って、おズレ目でまあ拾い歩いて、あと1回交換のお店だったら、その BB 終了後即やめするお客さんもいて、そうなるとフルーツの広角状態になってたり、ああそれをえなれるんだ、そういうのえなったりとかしてました。そっかそっかそっか、そこまかやってました。はい、まあそんな感じでございます。ありがとうございます。黒木さんどうでしょうか？僕に聞かないでください。まあ2号機はね、そうですね、そうですね。じゃあ本編ではまた黒木さんにこの機種の魅力を思う存分伝えていっていただきたいと思います。はい、それでは行きましょう。せーの、パチバカ。こういち大きな声でパチバカって言っていただいてる気がして、すごいテンション上がっちゃう。皆さんやっぱりちょっと恥ずかしがってね。仕事ですからね。仕事ですから。プロフェッショナル。それはそうです。じゃあそんな感じ。お疲れ様です。よろしくお願いします。早速ですけど、どうぞ。僕この現場に来るのは憂鬱でした正直。マジか。前回の時点でもちょろっと言いましたけど、レトロライオン前にね、わちゃわちゃ昔の話して何が面白いんだと、パチンコパチスロはホールの中で打ってなんぼだろうというポリシーございますんで、ちょっともう嫌だなっていうのはちょっとあったっす。で来たらやからでしょ、雰囲気が。うわもう嫌だな、嫌の上に嫌が重なったわけ。でもね、ある一つのきっかけで僕はここに来てよかったなって思いました。それは何か、53年間生きてきて、僕ボルキャニックっていう台が大好きなんですよ、マックス・アライド。マックス・アライドね。でそれを言ったらこの世代の人は若干半笑い、それより下の世代の人は「えなんすかそれ」みたいな感じ。それをね鶴吉さんに言ったの。したら「僕もです!」と。で俺はそこで試したの。じゃあ正式名称言ってみてよ。したらなんて言ったんですか？ボルキャニック V、まあ正式に言うとハイフン25ですけどね。正解。ボルキャニック V ハイフン25なんですよ。それをね言ってくれた人はね、僕何百人、下手したら1000人以上の業界人といろいろこう喋ってきましたけど、鶴吉さんだけ。すごい嬉しいですね。光栄です。俺もめちゃくちゃ嬉しくって。でボルキャニックの話をわちゃわちゃして、はい、ちょっと親睦が深まったというか、あ来てよかったなって本気で思いましたね。ありがとうございます。お呼びいただいてね。多分リスナーさんだったら僕はボルキャニックをどれだけ好きかっていうのは多分全員知ってるんですね。あなるほどなるほどなるほど。っていうぐらいボルキャニック愛があれはいい台ですよね。ゲーム性がいいですよね。そう異常なゲーム性を持ってるんです。そうどんな感じかっていうと軽く言ってくださいよ。軽くですか？まあいろんなレバーを叩くと横こみたいなカシャカシャカシャみたいなのがそうですね。3ゲームに1回ぐらい、それでやっとチャンスなんですよね。ボーナスの可能性がありますよ。それが3ゲームに1回ぐらい来るから間が持つじゃないですか。間が持ちますね。しかも第1、第2、第3っていうハードルをクリアしてで最後告知されるんですけど、要は完全告知の台ですよね。まあまあそうですね。ジャグラーみたいなもんですよ。第三停止押した時、離した時、押した時かな。ドッカーン、ドッカーンって火山が噴火すれば確定っていう。今思ったら何が面白いんだっていうただの告知台じゃないかってなるんだけど、最初の3ゲームに1回ぐらいの約3分の1の。予告音から第1第2のその比率っていうんですかね、振り分け率が絶妙でしたよね。絶妙です。でリーチ目もしっかりしてて、ツーリール確定目もあったり、第3停止もあったり、もちろん3連火山が止まったら三連確だし、あれなんて言ったらいい？三連運行。そういうの認めない。僕ね下品な人と共演したくないんですよね。三連火山。そこはちょっと違うの。三連火山ですね。三連火山。あれは名機中の名機だなって僕は思いますね。あれだから予告音になるときに若干本当の何かわからないですけど、制御というか、例えば左下段に赤7、予告音になってるんですよ、ガシャって言って左下段赤7でドカンで挟んで右上段赤7で第2でもドカンってくることあるんですか？これが2角なんですよ。ただ予告音鳴ってない時にそれが出ても入ったことないんですよね。だから最後の予告音鳴ってなくてもいきなりドッカンっていうのがあるじゃないですか。あれだけど通常時に止まった時は出ないんですけど、予告音鳴った時だけ挟んでドカンドッカンって言ってればもう絶対7揃うんですよね。あれなんだろうって思って、不思議ですね。演出のプログラムと制御のプログラムがうまく組み合わさってるってことですか？だからテンパイしても最初ドカン挟んでドカン言わないで斜めテンパイするときはあるんですよ。そしたら当たってないですよ。当たってない。ただドカンドカンって言って挟んでると必ず揃うんですよ。揃う。はい。俺その法則知らなかったですわ。これ D ゾーンもそうですよ。D ゾーン気持ちのレイだって挟んだら入ってるんですよ。でも通常時挟んだら入ってないですよ。なんで？カレオカもそうですよ。なんでそんなことができるんですか？なんでできるかは分からないですけど、プログラム上無理っすよね。普通出目というか制御的に予告音絡んだらうんぬんって違うプログラムなわけでしょ。なんで？面白い。めちゃくちゃ面白い。だから通常ボルキャニックにすればよかったよ。そうだよ。あとは左下段7の斜めテンパイドンドカーンの中リール中段赤7の左下段赤7でドカンドッカンの時は入るの15枚役か当たり。15枚役を赤77火山で15枚でしたよね。火山狙って外れたらドッカン。ああそういうことか。だからあえてもう7を狙っちゃおうっていう時もあればちょっと気持ち悪い部分出てますよ。マニアックであえて7を狙っちゃおうってもうキモいから。キモいキモい。俺よりキャニック愛がすごい人って本当初めて見ました。嬉しいわ。めちゃくちゃ嬉しいっす。ただまあ今日はねバニーガールそういうことなんです。バニーガールはまあ後でいいとしてね。そうだそう。D ゾーンもそうなんですね。D ゾーンもそうですよ。予告から挟んだらもう入ってます。なんで D ゾーンがそこにあるんですか？結構メインのとこに偶然？いやちょっと前に配信でそういうことなんですね。オルガニックはね本当ね騙されたと思ってレトロゲーセン的なの入ったら打ってみてください。多分ハマる人はハマる、ダメな人は全然ダメだと。モードなんですよね。でもモード以降で天国モードじゃないと当たりがないじゃないですか。はい、これでありますね。だからパターンいろいろあるんですよ。いろんな裏だからでしょ。裏です。はいはいはい。だからその解析出た時にマガジンの人たちは当たりがないとはなんだってなって結構みんな綺麗になっちゃったんですよ。だから僕が持ってるやつは当たりがないのと当たりがないのがないやつ。センターに入ってたのは常に抽選したんです。どのモードにいてもモードじゃないってやつ。モードなんだけど無抽選モードがない。ないやつなんです。薄いモードと濃いモードがある。そうそうそう。無抽選モードってのがないやつ。ハウスもんですけど。そういう情報というか何解析をしてるんですか？いやどういうこと？なんで知ってんの二人ともそういう。どうやってマガジンの時の解析で。キャニック解析してきたんですよ。それで宇宙船モードが発覚してちょっとざわついたんですよ。編集部知らない俺それ。いやだからキャニックっていう人僕初めて。俺キャニックとしか昔からキャニックですよね。キャニックやばいっすよ。みんなねボルキャって呼ぶ。みんなボルキャって呼ぶの。俺はそれをちょっとこう上から見ていやキャニックでみたいな。嫌なんですよそのクランキーコンドルのことクラコンって呼ぶやつバカだと思ってる。ガイドはクラコンって言ってなかった。コンドルですよ。僕そうだよね。そうそうそう。コンドルそうか。マガジンがダメなんですよ。変な呼び方。フランコはね、超絶ダサい。ダサすぎると思わないマジで。KKK のそうもうね、マガジンは書いてることはいいんだけど、ワードセンスがあまりに。それは知ってます。そうでしょ。ネーミングセンスは本当最低です。なんかね、ちょっとやぼったいじゃないけど、若い人に寄せてたのかもしれないですけど。特にパチンコの方ダメです。全回転リーチャーじゃないですか。あれ最初ずっと春夏秋冬リーチってずっとそれ言ってました。ダサすぎて。春夏秋冬が全回転初めて採用したから。そのインパクトでね。その後の機種も全回転全部春夏秋冬。いや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 。だってさ、サンダー V のさ、フラッシュのさ、W 字をさ、僕ら W 字って。まあ W 字。それをなんてやってたかって。なんだっけ。イケポチャ A。イケポチャ A とイケポチャ B。じゃあサミダレ。サミダレは。サミダレなんでしょう。サミダレがわかんないです。でもまあとにかくダサいですよ。ダサい言い方をしてましたよ。確かにね。だってあれ我々で考えたもんね。そうですよ。兄氏と俺で考えたんだよ。サンダー V はね。そうですよ。それをね今メーカーがねサミダレとかっていうようになりました。ナイアガラ二人でこれどうするとか言ってメーカー発表なかったからと。なかったなかった。フラッシュの名前。編集部でね打ち合わせしながら考えましたよね。このリプレイ対応のこれなんだろうね。何にしますなんつってね、メーカーから使っていいですかとか言われてる。金くれよな。それ言ってほしかった。それ言ったら俺のゲチェナもそう。そうゲチェナもそう。だから俺は至る所で俺言ってますから有名かもしれないけど、フリーズっていう言葉を初めて使ったのは僕ですから。キングジャックの岡崎産業のキングジャックでちょっとこう固まる告知があって、フリーズ告知っていう名前を使って。たのは僕なんです。なるほど。そっから広がってますからね。そうだったんだ。そうです。今フリーズない代なんかないでしょ。今はないから。みんなフリーズって言うじゃない。俺だから。マジで。皆さん覚えといてください。本当にこれだけは。ゲチェナとフリーズのコンビですよ。この二人。ゲチェナ盗まれたからね。ね、そうっすよね。コングダムでしょ。コングダムです。最初コングダム。あとまあいろんな機種ねタグ組んでやったりやりましたよね。まず印象残ってるのはクランキーコンドルのちょっとテーブル間違い事件でメーカーさん。それも結構有名な話でしょ。怒られましたよね。あの時実際僕はその謝罪の場にはいなかったんだけどいたの。謝罪の場、まあ、いたメーカーの広報の方が2人来て買い占めますみたいな話をされた時にはいましたよ。したら俺もうジャーナリズム精神旺盛だから何も知らない。それはできないですね雑誌社としてはみたいなことをね。あ、本当これはやっぱ世の中に出さなきゃいけない事実なんで、なんだっけ冗談を7をビタをしてると一生2枚チェリーを取りこぼすとかわけわかんないことを言っちゃったんですよ。おかしいなとか言って、ただその当時もらったテーブル表にその滑り込ますっていう概念書かれてなかった。だからもう丸と要するに通過を示す矢印しかなくてだけしかなくて、ちょっと待ってよこれによるともうビタってなってるわけよ。で2枚チェリーの成立そのビタってなってんすよね、あれね。俺それ家帰る途中にそう夜もう結構夜7、8ぐらいだったから、まあ三茶住んでる時に電話したんでうっち聞いてよさ実はこうでとか言ってマジっすか。そうだから青菜を僕らは適当に狙ってるから手前チェリーが手前ぐらいに狙ってると来るのかな。テーブル表見たらあ手前とかそうしたらもう俺も。これスクープじゃないですかなんつってしかもこれはやばい事実ですよ。しかもその号って僕が全部デザインとかも含めて、ね、丸投げで全部これもうページ作ってもうよーしみたいな感じでダーッて何ページだっけあれもう6ページぐらいありましたね。当時のコンドルから4色でもう全部もう色もつけて。そう気合い入れて、あとまあ後半はねリーチ目の法則性の特集とかよしみたいなやったね。大スク世紀の大スクープでしたもんね俺らの中で。したらもう全然間違ってない普通に滑るのねなんかねびっくりしました。そりゃそうだよだって冗談女の俺ら毎回ビタ気味に狙ってるのに2枚チェリーガンガン落ちてるなんそんなわけないよなっていうのでね、本当当時のユニバーサルの広報の人がね来たんすよ。2人来て、なんかベテラン風の人とで、当時ガイドがね20万部ぐらいだったかなぐらいかな、こうガーって40万部に上がる途中だったですね。でこれを全部弊社で買い占めさせていただきます、でそういうことは可能でしょうかって来て、いやそれは無理ですねなんつって俺も言っちゃって、ああ怒られましたね。その後結局間違いがすぐ発覚して、もう一回解析出してもらったら謝りましたね。逆に僕らが謝りました。本当に申し訳ございません。うわーとかでもね、その翌月号に載った謝罪記事でもこれぐらいだった。先月のお詫びとって、いやその間違えた雑誌は出てますよね。出てますね。出てる。だから当時はなんかそんな感じだったっすよ。ふわっとしてましたよ、メーカーとの関わり方もね。そうだね。まあ今ほど密でもなかったし、もともとメーカーのとこに撮影とかも行けないとこもありましたもんね。あったあったあった、昔はわざわざだから反射の人に台を借りるなりとかやりましたもん。あと解析もできなくて、多分ねコンドルの時かなんかの時ですけど、僕新宿のグリーンピース本店に夜中に、今もうある会社の社長で当時攻略プロ上がりの人だった超有名な方がいるんですけど、その人と2人で基板を絶対に開けちゃいけない基板をこうドライヤーとか剥がすやつで薬剤でグリーンピースに忍び込んだわけじゃないですよ。グリーンピースの店長が全然吸い取っていいっすよって言われたから、夜中行って全部かしめ開けて、シールもね日電協の中シールねこうやって基板プログラム吸い取ってオイルそうライターオイルとか、いや大丈夫です大丈夫です、ライターオイル時効なんで10本のオイルとかをギューッとやってシールきれいに剥がしてプログラム基板出して CPU みたいなの、それをねロムライターでライターから吸い出して、それを元に戻してきれいに貼り直してドライヤーでバーってちゃんとやって元に戻すっていうね、泥棒みたいな仕事をやりましたよ当時。コンドルの時、コンドルかなんかの時でしたね。そうなんだ、やったっすよ、やってたんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。